空をくうる可憐なる天ぷら、あどけない表層とは反対に、小なる力で星の木を自由に切り、宿屋を公的で貫く。無感な天ぷらが小声で通ってと命じる。高齢な天ぷらの呼び笛に、こうして空の千乙女たちが前輪し、嬉しき陰影を一瞬したということで、今回はですね、まあ、サークイエル・レイナっていうのをちょっと使ってみたいと思います。はい。まあ、簡単に言いますと、このサークイエルっていうのは、まあ、ニュートラルのフォロワーを一体場に出すっていうことなんですが、いまいち使い道がね、あんまちょっとよくわからなかったですが、このレイナっていうね、カードはニュートラルで、進化すると進化してない自分のフォロワー全てを進化させるっていうことで、こいつとは相性がいいんじゃないかなと思いました。はい。なので、ちょっとね、まあ、これぐらいしか多分使い道はないです。だから、まあ、乙姫を全て進化させたり、まあ、ちょっといろいろできるかなと思って、ちょっと今回やっていきたいと思います。はい。まあ、いまいちね、ほんと、使い道はよくわからないです。はい。なので、今メンテナンスでね、ランクマッチは、閉じちゃってるので、フリーマッチでね、ちょっと実験も兼ねて、サークイエルのちょっと実力というものをね、見たいなと思いました。はい。まあでも、いまいち今の環境やと、使い道がよくわからないですね。今後カードが増えてくるんであれば、まあ、使い道っていうのは見出せるんですが、マスターランクですね。やっぱりフリーマッチでマスターランクによく当たる。今、やっぱね、先ほども言った通りに、ランクマッチがメンテナンス中なので、やっぱりフリーマッチでマスター隊が多いですね。溢れ返ってるぜ。で、まあ、乙姫プラスサハクイエルプラス、レイナを出していく、そういう順番ができたらね、非常に素晴らしいんですが、いまいちそのサハクイエルはやっぱランクマッチ専用のね、なんかカードなのかなと思ってしまう面もありますよね。で、相手は多分、テンポウィッチ、今流行ってるテンポウィッチ。非常に小賢しいデッキなんですよね、テンポウィッチは。どう小賢しいかっていうと、エッグトマトです。はい、エッグトマト。でもね、アグロに結構ロイヤル強くなったんで、エミリアがマジでチートなんで、エミリアマジでチートですよ、これ。まあ、普通に戦っても多分このデッキは強いと思うんですが、まあ、サハクイエルを入れることによってどう変わるのか、まあ、そこが今回の動画の見どころですね。はい、うわエッグトマトです、エッグトマト。テンポイッチ今最強と言われてるからな。ほんまに、まあ、冗談抜きで、テンポイッチ今最強と言われてるんで、やっぱりね、きついですよ。きついなんてもんじゃないんですよね、これ。とりあえず渾身の一人を打ちます。で、まあ、ノービストルーパーを出して、で、まあ、進化使っちゃうか。惜しみなく進化を使うのがプロの流儀ですから、ね。プロはいかなる場合でも、まあ、やっぱり手加減をしない。やっぱそれに効きますわ。で、こいつらまあ破壊されたら次、乙姫出すんで、まあ、ロイヤルみたいなこう横に広げるデッキとレイナとの相性はいいんですが、やっぱ進化権は絶対取っとかなあかん。進化権全部使ってしまうとレイナがね、無意味になってしまうので、そこ、あれ超越魔力の蓄積あるってことは超越かな、あれちょっと待って。怖いですね。で、エミルが出てきて進化を使うと。まあ、乙姫次出すんですが、進化使わないです。はい。使ったら、サークイエルとの相性がね、ちょっと悪くなってしまうので、で、次のターン、オーリリアプラスサブリーダーゲルトとかでも結構強いし、やっぱこのサブリーダーゲルトっていうのは強いな。で、エッグトマトですよ、これ。エッグトマト。エッグ
えぐっちょっと待って、ドロシーマジチートやと思うんやけど、どうこれ、あ、皆さんどう思いますこれおかしいおか、あ、来た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 、サークイエル来たけど、あ、そういう使い方があるのかあ、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ行きますか。まあ、こいつらはまあちょっとしん、倒れてもらって、でサハクイエル行きます、い1体目行きます。さあ、でもニュートラルだろニュートラルいないんだがですねまあオーレリアを出して、でサブリーダーゲルトも出して、でまあこいつもちょっと取って、で進化を使うとね進化使ったら、でも進化使うしかないですね、はい、あの使わないと負けますあ、まあ進化使わないと負けないのでちょっと使いますかで、まあ、突進持たせるんで、まあレイナが来ればレイナが突進になるんですけど、やっぱり使い道がよくわからんな、サークイエルは。あ、やっぱりそのギルガメッシュにしてもさ、あいつは疾走持ってるし、やっぱいまいちね、まだ、いまだやっぱ使い道がよくわからん。サガクイベルの使い道がわかる人ちょっと教えてください。全くもってわからん。全然わからん。だってギルガメッシュってガブリエルとかさ、オリベとかさ、サタンはファンファーレやから、発動しないし。なんで？でもこれドロシーのデッキマジでエッグトマトなんですが、普通にエッグトマトやんな。で？相打ちしてくれればね、ありがたいんですが、なんで、なるほど、よしよし、オッケーなんですが、まあここは、メイドリーダーを出して、で、アルベールか、まあアルベールも強いっていうか、普通のロイヤル使ったら強いですね。まあサークエラは多分ツーピック専用のキャラなんかな、ツーピックで出すと強いと。こういうような多分カードだと思いますいまいち使い道がよくわからんでその割には7個ステー44っていうね、ちょっとステータス低いんですよね。なんかよくわからんなよくわからんわ。今後なんか強いの出てきたっけ、え、何これで、まあ相手も結構手札が切れてきたんですが、まあこれ多分ゲルゲイザーですかね。でなるほどな。もう、サハクイエルいっちゃうもうよくわからんから、サハクイエル出しちゃうわ。7個、すごいすごい、すごい、すごい。すげえけど弱いな。ちょっと、いまいち使い道がよくわかりませんでした。はい。もうアルベールでもう決めちゃいます、次のターン。7コス44っていう、うわー、また出てきた。まあ、面白いな。だから、ドロシーとか使ってるデッキ見ると楽しそうやなっていうふうに思うんですよね。非常にグブ、分回りしとる。ちょっと性能おかしいで、ドロシー。これ、分回りしたときマジで勝てへんから、フレームデストロイヤーでは出てきて、ドロシーも出てきたら、これマジで対処できないんで、エッグトマトですよ、要は。エッグトマト。攻撃します。でアルベールでいっちゃうとアルベールは2回攻撃できるんですわ、はい、こんな感じで、はい、ちょっとね、今回の動画はサハクイエルを使ったロイヤルというデッキなんですが、ちょっとごめんなさい、サハクイエルの掴みちょっと分かりませんでしたちょっとよくわからん、本当によくわからないです、はい。まあ、ニュートラルの、カードを見るとニュートラル、まあ、こう見ると、まあ、ほとんどレジェンドで考えていくとするならば、まあ、ルシフェル、やっぱり話題になってたルシフェルで、回復を取るっていう戦法しかないんですよね、レジェンドでは。だからレジェンドやったらルシフェルしか使い道がないし、でもしゴールドで使うならば、例えばレイナ、レイナもしくは、こいつファンファレやしな。あ、そっか、でもグラスも使えへんしな。何が使えんやろうな。風神もファンファーレ。まあ、はい、よくわからないです。はい、ちょっと見た感じ、わからないです。はい、サークイエルの使い道がちょっとわかる方は教えてください。本当
ウルズもファンファーリやろ。あー、いやー、ちょっとよくわからんな。メンフも、こいつも、まあ、こいつだしもしょうがないし、まあよくわからないです。はい。ちょっとサカクイエの使い道がわかるじゃんね。まあ多分2ピック専用のキャラだと私は思うんですが、まあランクマッチで使われることはないかなと思いました。